さあメインイベントはラスカ超ラスト北斗アジャ組ということになっておりますが、アジャコン大暴れ。須山さん、はい、これもなかなかこうちょっとこう複雑なね、因縁渦巻くカードですよ ね、まあ、あのアジャと、まあ、ラスカちょっと本当因縁と言いますかね、はい、まあ、ついね、昨年末の後楽園大会でも、はい、辰巳アジャ選手があの三田選手をデスバレーで取るというですね、とんでもない掟破りやってますし、そうですよね、でやっぱりこの絡みですよね、北斗選手と、まあ、ラスカ、もうそもそもラスカ超ラスというのは北斗選手が作ったユニットですから、そうですよね、もともと3人だったわけですからね、でまあ、やっぱりこの最後に当たったのが確か99年の9月の、横浜分隊で、その後は、まあ、あの下田三田と北斗選手という名前を顔合わせることなかったんですけれども、これも実に久々のですね、まあ、指定対決と言っていいと思うんですが、うん、さあ噛みつきの下田、この辺り変わってないですね、まあ、12月の15日あの川崎でですね、久々の外野に上がってきたこのラスカチョなんですけれどもね、はい、ラダーマッチでディディックスと戦いましたが、はい、まあ、ただあのその後あの後楽園、年末の後楽園にも参戦したんですが、正直言ってちょっと内容的には僕的には今一つなんですよ、そのラスカチョーラスオリエンタレスっていうそのコンビのね、今までやってきたことから考えれば、あのその今一つという部分は具体的に言うと、やっぱりその荒さ、彼女らの荒さというのはある意味、まあ、個性なんですけれども、うわーっと北斗えげつないぞ、これは下田今完全に宙吊り、あー暴れたらもっと自分が苦しくなるんじゃないでしょうか、ちょっと荒いところが前面に出過ぎてるかなというのが、なるほど、ということはその荒さだけじゃないラスカチョのうまさとか、うまさ、あと勢いですよね、大流血のアジャヘッドバット、すっごい流血ですね、何かこう血が光ってると言いますかですね、なんかおでんのアブドラザブッチャー見てるみたい、わーっと、かなりこれは対空時間を持っていく、相手の意表を突いて落としていきました、背中でフォール、ちょっとアジャも余裕がないか、さあこのアジャコングと下田因縁の顔合わせです、この2人はもうアルションで延々とやり合ってましたから ね、多分どうなんでしょう、最後までくっつかない人たちじゃないですか、もうそのレスラー人生が終わるまで ね、そんな気がしますね、誰かが辞めるときじゃないですかね、もしくっつくとしたら、なるほどなるほど、うわーっとアジャもうこれ流血してかなり時間が経ってるんですが、止まりませんね、もう流れ続けてるという、今日のラスカチュアでもやっぱりすごいテンション高いですよ、大流血 INGK のアジャコング、もうこれも読んでいます、まあもちろん手の内はもう分かりきってるほど分かってますからね、後ろに回り込みました、さあ、あっとアジャを、いやー、この足が読んでいる読んでいる、お互い読み切っている、あーでもすいません、かなりやはり流血のアジャはちょっと効いてますか ね、切り返しがですね、いつもほど引き出しが豊富に見られない、これはやはりちょっとダメージのせいなんでしょう、さあ2人入ったところからなの、さあ髪を掴んだ北斗ミサイルキック、両足で2人を同時に捉えました、さあ飛ぶか飛ぶか、ね、どっちに向けて飛びますか、アシスト、なるほど、どっちに向けていきますか、まずアウト2人で行きました、一度に2人を捉えた、これアジャ選手と北斗選手というものもですね、前座時代には何度か組んでるんですけど、はい、これかなりのプレミアムコンビですからね、おっと場外に行きますか、はい、ましたアジャと北斗がそれぞれ違う方向に、これまあ、アジャ選手は今下田選手と言ってるんですけれども、三田選手と北斗選手のこの場外なんですが、9月15日の時はですね、やっぱり場外では、まあ、ほぼ一方的な展開になっちゃったんですよ、北斗選手がもう三田下田を攻めまくるというですね、これ喧嘩的な展開になってくると、やっぱそういう気持ちの面での、ね、優劣というのがはっきり見えちゃいますから、なるほどなるほど、いやー流血でちょっとダメージを食っていたかと思っていたアジャコングですが、場外に来て元気を吹き返したか、さあこちらでは北斗が三田を捉えている、おっ と、 マジですか、あっとこんなところでやりますか、ステージ上、おっと下田選手逃げてますね、
流血のアジャはこの下田をどこまで追っていけるか。隠れた、逃げて隠れています。下田アジャはこの探してますね。傑作であります。もう鉄の扉、下田を見つけるか。見つけた。隠れた甲斐がありませんでした ね、 ちょうどいいところ出てきてしまいましたね。あとこちらの救世逆転だ。あのね、どちらかというと師弟関係の絆が濃いのは、北斗選手と三田選手なんですよ。なるほどなるほど。これはもう三田選手新人時代からずっと付き人やってたりしたんで、直系の弟子ですからね。さあアジャと下田、北斗と三田。あーっと階段落ち、アジャ落ちていく。波からだがマリのように落ちていきましたね。いやー、ちょっとそんな風には見えなかったんですが、じゃあ突然階段を転げ落ちてきました、はい、さあ両方ともこれはペースのつかみ合いになってまいりました。三田選手も今日はちょっと気持ちで引いてないですね。アジャと北斗が連れ出した場外だったんですが、前に横浜でやった時はやっぱちょっとこう気持ち的に押されてるのが表情に出てたんですよ。それが今日は見えない。やっぱりラスコツの2人にしてみれば、前回の対決終わって、一旦たもとを分かって、本当の意味でブレイクしたのはそこからなんですよね。やっぱり東京スポーツの女子プロレス大賞を取ったのもその後ですし、だからやっぱり自分たちが別れた後にやってきたものをどれだけその、かつての師匠である北斗選手にぶつけることができるか、言ってみればもっと言うとこの2年ぐらいの間に、彼女らがやってきたことの一つの総決算だと思うんですよ、この試合は。なるほど。そうです。ダイナマットのも一時期上がってましたが、ラスカ中にはこの下田と三田のファイトスタイルってありましたもんね、ペースといいますか、完全に北斗がなしのラスカ中のスタイルというものがありましたから、さあ下田がアジャを連れてリング上に戻ってまいりました。さあアジャ、ダメージを受けていると言ってもウエイトはありますから、後ろにまたジャーマンが行きました。これはラスカチョとしては、そうですね、そろそろ三田選手のデスバレー、三田選手は今日絶対取りたいという気持ちあるでしょうから、もちろんそうでしょうね。おさあ北斗も戻ってきたぞ。下田を捉えた。今度はさあいった、おっといった、早いんですよね北斗選手のこのなだれ式のブレンバースターっていうのは。トップロープからいきました。さあそしてアジャコングが今度は垂直落下式か、同じくブレンバースター。さあ下田どうでしょう、余裕はどうだ。大流血のアジャ、アジャも体じゃなくて今頭でいってますから、ちょっと余裕がないのかなという。いっぱいいっぱいでしょうか。もう流血が始まってからかなり時間が経っているんですが、まだ多分一番ダメージが少ないのが北斗選手だと思うんですよ、この中で。さあ、あっと三田がカットに入っていく、助けを求めましたね。さあラスカチョーラスオリエンタレス、決戦どうした。あっと DQ ボム、おっと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 おっ、溜めてからいった。さあどうでしょう、アジャがもういっぱいいっぱいですね。この三田選手のカットはきつかったですね。三田はもうドフリーでカットに入ってますからね。あっとアジャがカットに入る三田を抑えにいった。さあどうだどうだ、あっとえげつないぞ、ちょっと首が折れ曲がった。下田どうだどうだ、カウント2、三田なんとかカット。さあちょっと下田が北斗の技を連続して食らっています。カウント3こそは取られていないんですが、カットに入ってくる三田にまずはちょっと北斗が攻撃を仕掛けていった。さあおっと手を取って、あそのまま行きました。カウントでアジャコングがダメージを受けておりますので、巧みにカットに入ることはできません。カット合戦になるとちょっと今のポジションだと北斗選手厳しいですよ。そうですね、アジャはちょっとダメージ受けてますんでね。さあどうでしょうか、誰がいくか。北斗選手も途中で切り返そうとしたんですけど、構わず叩きつけましたね。二つ折り、前だとあそこで切り返されてたと思うんですよ三田選手は。なるほどなるほど。さあ三田もあっと両手のチョップに行こうというところ、これを北斗がうまく腕を取っていった。スランコールホールド、いや決まりますこれは。あとちょっと体勢不十分か、体勢不十分か。いや行った行きました行きました、ちょっとまだ完璧な形じゃないんですけどね、でも入った。さあ見たかなり痛そうだ。さあ下田がどこで、あっとこれは見た、自らロープエスケープ、自ら逃れました。
まあ下田というよりは今日はなんか三田の方がこうちょっとね負けねえぞっていう気持ちが全面出てます ね, すね、やっぱ三田選手にとっては本当に今後のレスラー人生左右する、まあ、勝ち負けももちろんなんですけど大きな戦いだと思うんですよ。なるほどね。北斗晶っていうものを本当に気持ち的に超えれるかどうか。さあ三田のデスバレーです。いきました。見事に北斗晶を捉えた。さあどうだ、アジャがカット、あっとカットきました。アジャコング、この辺りはダメージを受けておりますが、やはり絶対絶命というのが出てまいります。はい、さあ三田雄たけび一発、これはやはりデスバレーにこだわりますでしょうかね。はい、おっと張り手すごい音。いや、この張り手を出したっていうのは僕は一つ北斗選手のガーッと椅子も冷静に見たり受け止めた。さあジャーマンです。さあまずこの下田をちょっと牽制しておきながら、あっと噛んだ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 、アジャコングちょっと元気が出てまいりましたか。よくしましたが、あ、さあ最近見せるあの缶の上のブレンバスターですね。行きますかね。あ、缶の上のデスバレー。三田の技をアジャが取るか。あっと、この辺りは巧みだ。アジャコング足をちょっとかけてきました。見事三田の頭缶の上に。さあそしてボディスラム、缶は使いませんがどうするか。エルボーですね。行きますか。あっとエルボー行きました。さあどうだ、おっとどうだ、これは三田が自ら起こしていきました。はい、さあどちらがどういうパターンで決めに行くかですが、さあちょっとアジャコングが先ほどよりは元気になってきたかなという印象。はい、いやなんだかと言っても不死身ですからね。まあ、普通の人間じゃなくてアジャコングですから。流血もだいぶ止まってきた感じもありますしね。はい、あーっと北斗もですねちょっとも、これはちょっと入りきれませんでした。椅子を使ってどうするか。ミサイルキックですかね。行きますかね。ああっと、これはじゃあ余裕がありました。迎撃、椅子で迎撃いたしました。さあどうでしょうか。おー、怖い人が椅子持ちましたよ。あっと、スナップを使って回転をかけて椅子をぶち当てていきました。さあそして北斗が赤コーナー、ダブルでいきますか。ダブルでいきますか。いきますか。いった、あーっと見た、これはギリギリで体をよけていった。三味線を引いていた見た。あーっと裏剣で捉えた。さあどうだ、北斗はそのまま抑え込みに行く。下田カット、裏剣一発でしたが、はい、いい音がいたしました。完全にこれはアジャ選手が決めに行くパターンですかね。さあデスバレーにこだわりますか、アジャコング。あーっとカード落とし。あ、これは決めのパターンですよ。さあ三田デスバレー、どうだ、アジャを抑え込みに行く。どうだどうだどうだ、北斗晶カット、カウント 2.5。 青いアジャコング沈むかという場面でしたが、さあカットに入った北斗、リングの隅に追いやってラスカチョーラスオリエンタレス、2人でのこのファイト。さあ回転かかと落としからのデスバレーですが、これがあーっと、あーっと回転かかと落とし、アジャを捉えた。さあアジャ大の字、北斗はどうでしょうか。北斗は、北斗もカットに入らないか。これでデスバレー隅っこで下田が抑えている。さあ、あーっと、アジャ、アジャ、ストラ、あ、崩れたけど、アジャ抑え込みました。強引な感じ、強引な感じ、最後は非常に強引だ。すみません、これ技は決まってませんでしたよね。決まってなかったけど、まさかアジャ選手が丸め込みに来るとは思わなかったんで不意をつかれたんでしょうね。なるほど、あとはダメージを受けていてもこのウエイトがやはり武器になりましたか。はい、見た、最後は丸め込まれました。ただね、はい、結果的に敗れましたけど、今日のラスカチはやっぱり特に北斗選手に対する、はい、その気持ちの面での張り合いっていうのは素晴らしかったと思います。なるほどね。まあ、本当に場外に行ったあたりもですね、こう形勢を逆転して書いてくるあたりね。はい、さあ、あっと、やはりアルシオン時代からのこの遺恨がありますので、アジャコングとラスカチョ試合が終わっても、まあ、特にラスカチョ敗れてますんでね、まあ、連敗という形になりましたから、そうですよね。さあ非常に、まあ、師匠である北斗、遺恨のあるアジャがタッグを組んでいるという
ラスカチョとしては、まあ、複雑な感じで戦った今日のこの試合だったんですが、戦意は前面出ておりました。荒さという意味は意味よりもラスカチョの良さと言いますかね。これでちょっと注目するのは北斗選手が試合後にですね、この2人にマイクを持ってますね。ちょっとこの試合について北斗何を語るんでしょうか。ちょっと聞いてみましょう。北斗のマイクアピール。